はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、ジントニックですが、まあ、ね、以前紹介したと思いますが、まあね、また、ボンベサファイアです。ボンベサファイアで作るジントニック。これが大好きなんですよね、俺。はい。アルコール度数が47度で、容量が750cc。で、こちら値段が、Amazon で1500円ぐらいで買いました。これがね、ジントニックにするとうまいんだよ。まあ、ストレートで飲んで、ロックとかで飲んでもうまいんだよね。これはね、ジントニックにするには、一番うまいかもしれない。ジンですね。俺が一番、ジントニックでは、一番大好きかもしれないね。で、ボンベサファイアの、繊細かつ複雑な味わいはフレッシュな柑橘類とジンパーベリー、そしてエレガントでスパイシーな酸味が特徴です。1761年に開発されたレシピをもとに、世界中の厳選された10種類のボタニカルは別々の同製のバスケットに収められます。そこを、蒸気となったスピリッツがゆっくりと透過し、香りの高い、部分だけを、抽出するという独特の、独自の蒸留方法。ベイパーインフュージョン製法を用いて作られます。こうして細心の注意を払い、感染したボンベサファイアの比類なき味わいは、ドライマティーニはもとより様々なカクテルにとてもよくマッチします。これがですね、もう類も変わらぬ。この瓶もね、かっこいいというかね、あれなんですけど。瓶も青くて綺麗。でね。そうそう、ライムジュースがね、ちょっと切らしてますんで。まあいいか。本来は 100% ライムジュースを、まあ使うか。ライムを絞るんですが、今回は、なしで。まあなしでも全然うまいって。なしでも十分うまいという。乾杯。うめえ。あのね、値段としては1500円なんで、まあ、なんだ。ね、若干ね、高い。といえば高いかもしれないけどね。ビーフィーターの、まあ、1.5 倍ぐらいか。値段なんですけど。ビーフィーターとかね、比べ物にならないほどの、ビーフィーター結構ドライなんで、なんか若干ウォッカみたいなんでね。ビーフィーターはね、結構、ウォッカっぽい。まあ、こちらは、まあ、そうですね、ベリー系の香りと味が非常に強い。のが特徴ですかね。うん。ビーフィーターはね、まあ、ドライなんで。うん。だから、まあ値段的には美味しいんだけど。まあ、ジントニックとしては、普通に美味しいんだけど、やっぱりね、ボンベサワイアにはかなわないですね。個人的には、タンカレーとか、よか、ボンベサワイアが、一番美味しいな。ジントニックとして飲むには、ボンベサワイア。もうタンカレーはちょっとね、タンカレーもちょっとドライなんだよね。タンカレーもちょっとドライなんで。この瓶をね、見ながらね。まあ、度数が47度高いんですが。まあ、普通にロックで飲んでもね、美味しいんで、これは。ボンベサファイア。ちなみにこのボンベサファイアは、ボンベサファイアではなく、ボンベの
ドライジンっていうのもあるんだけど、それはあれですね。値段も安いんだけど、ドライタイプのあれですね。こっちは濃厚タイプの。うん。やっぱボンベイはサファイアですね。個人的にタンカレーのナンバー10はちょっと高いくせして大してうまくないんで、まあ、うまくないって言い方もないんだけど、一番なんか、うめえってなって、驚くレベルのうまさを誇っていて、なおかつ、その値段安いってなるとこれだよね。やっぱボンベサファイア1500円で買えて、このうまさって、すげえと思う。うん。まあ、ゴードンジンとか、ビーフィーターを濃くした感じですね。うん。柑橘系の香りと味が濃いですよね。やっぱり。だから簡単に説明すると、ボンベイサファイアに、ウォッカを半分1対1で混ぜると、大体、そうっすね。ビーフィーターみたいな味になる。そんな感じですね。俺の感覚としては大体そんな感じ。ボンベイサファイアの、ウォッカ割りみたいなのが、ビーフィーターですね。だから、ビーフィーターは結構、水みたいに飲めるっていうか、ウォッカみたいに飲めるんだよね。あー、うめえ。うん。濃厚さが違う。ああ。やっぱり。このさ、柑橘系のさ、濃厚さが違うよね。香りとね、香りの膨らみとね。まあ、ジンが、うん、ジン好きな人は絶対ね、好きなんだよ、これ。ボンベイサファイア。間違いなく好きな、あれだと思います。ということでね。まあ、これはまあ、うん。うまいんでね。まあ、レビューはもうあれですけど、めんどくさいにしないですけどね。これはうまい五つ星ということで。まあ、皆さんもね、久々にね、どうですか？ボンベイサファイアっていうちょっと高いね、ジンをね、使って、ジントニック、いいかもしれません。ということでご視聴ありがとうございました。